さあでは両チームのスタメンフォーメーションも確認していきたいと思います。まずはホームの蒲田マーレ讃岐、フォーメーションは 4-4-2 となっています。ゴールキーパーは今村、4バック右から川崎、宗近、宗近はフルス対決ということになります。そして奈良坂に奥田の4バック、中央に江口と岩本、右に下川、左に高橋直樹を予想。2トップは赤星、そして川西となっています。対しますアウェーの YSCC 横浜、フォーメーションとメンバー、フォーメーションは 3-1-4-2 を予想しています。ゴールキーパー小玉、3バック、右から二階堂、藤原、花房、アンカーの位置に小島、その前線シャドウの位置に茅沼と、そして松村、右に柳、左に藤田、そして2トップは佐藤と堂本、この2人が並んでいます。さあ3試合連続ゴールとなるか、直接決めた前節、正確なボール、井口、ここはニアサイド、高橋が、ここはもう一度出口、低く速いボール、ヘディングで対応していきます。 YS 横浜、川西がここまで降りています。川崎、グラウンダーのボール、江口、江口のシュート、わずかにゴールの左、見事な連携見せました。いい形でここは崩していきました讃岐です。今のプレー、川崎がここはグランダー、速いボール足元を収めて、そして江口、見事そのスローインからの再開となっています。さあ長いボール、野川のシュート、キーパー小玉がここは抑えました。見事にここは枠捉えていったのは下川でした。ただきっちり防いだ小玉です。ワイス横浜、ここは少し低いボールでした。足元シュート、決まった、先制 YSCC 横浜、最後は松村幸喜のシュート、手前側にここはボールが行きまして、そして松村が足で押さえて、そして最後シュート松村が決めていきました。高橋直樹からもう一度川崎、近くに赤星いるが、ここは川崎自ら持ち込んでどうするか、正面まで来たぞ、シュートを放った、相手に当たってもう一度、今度は奥田、吉田、吉田のクロス、混戦、ボールが流れて讃岐のスローインです。今のは小林、横浜、二階堂が体をこのシーンも張っていきました。本当にこう赤星に対してぴったりマーク、自由にさせないという、そういったプレーが前半からついています。 YSCC 横浜の二階堂、さあちょっとゴールが空いていた、少しヒヤッとする場面でした。中央付近に赤星がいますが、ここはその中央付近叩き込んだが、もう一度ここはコーナーキック、福田がここは走り込んでいきました。ただ YS 横浜の方も選手がついていました。讃岐のフリーキック、ファーサイド、奈良坂、落としてゴール前、ヘディング、ここはゴールになりませんでした。アウェーの YSCC 横浜サポーターは祈る思い。フリーキック、ここも江口、江口がゴール前、パチング、ここはティレディがボールをキープ、ここで試合終了、守り切った、しのぎ切った、 YSCC 横浜0-1、 YSCC 横浜が1点を守り切りました。特に後半45分は防戦、これが続く時間帯がありました。全員、そして途中出場の選手も含めて大事な大事な1点守り切っての見事な勝ち点3ゲットとなりました。